はい、これが、ジャラですね。はい、この、物語中に出たのと今同じ状態になっているんですけども、実際にはですね、この一つ一つのアイテムは先ほどのトレジャラボックスで、何が出るかわからないという状態で、販売される予定です。はい、でまあ、この、一つ一つが実はですね、このゲームと連動する仕掛けが入っているんですけども、どのような形で連動するのか、はい、今日は皆さんに、ぜひこの実演を見ていただきたいと思います。はいはい、じゃあこれを、はい、じゃあ私がこれ、今ここにあるのは任天堂ニュー 3DS ですね。実はですね、ちょっとこれ映していただいて、ゲーム実はそれなりにできております。見えますかね。あ、はい、画面見ていただければ分かるんですけど、このようにですね、まあ、ちょっとまだ開発中なのでいろいろ至らない点はありますけども、まあ、ちょっと見た目的なものでこのような形でできております。でここの左下にジャラというコマンドがあるんですけども、これをですねちょっとタッチしてみたいと思います。はい、この状態が、ジャラを認識するモードです。この状態で、じゃあジャラの認識というのをやってみましょう。はい、じゃあタッチしてみます。日野さん、私もこれ今日初めての共同作業ということで、そうですね、すこれは、よろしくお願いします。レベル5と宝富の共同作業、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。じゃあやりましょう。はい、先ほどご覧いただいたですね、クリスタルソードですね、はい、この中に NFC のチップが入っております。これをタッチして、どんな反応になるか、実演をさせていただきます。それでは、タッチをしますね。はい、はい、今ジャラ認識と出てクリスタルソードを認識したというウィンドウが出ました。でこの後ですね、このように今、クリスタルソードの秘密の地図を手に入れたとなったんですけども、はい、この、クリスタルソードというジャラを読ませることによって、このゲームの中でクリスタルソードという、ゲームの中のクリスタルソードを手に入れる可能性を得たという、そういう状態になってます。はい、それではもう一歩、はい、何種類かやってみましょうね。これも、はい、あれですね、先ほどの PV に出ましたミラーシールドというやつです。はい、らしいですね。はい、これおそらく違う反応になると思うんですけれども、はい、ではやります。はい、はい、すいません、はいはい、じゃあタッチしますよ。はい、ミラーシールドいきます。はい、はい、ミラーシールドが今ジャラ認識されました。はい、今回、ミラーシールドを認識させるとですね、ヒーローマートでミラーシールドの、当選確率が 30% アップしたと出ておりますけども、まあ、ヒーローマートというコンビニが出てくるんですけども、このヒーローマートにおいて、まあ、このミラーシールドを手に入れられる確率が上がったという状態です。はい、このようにですね、任天堂 3DS でももうすでにこのジャラが認識できるようになっておりまして、この新しい遊びの可能性が今、いろいろと僕らもアイデアを出してですね、はい、面白いものを作っているところです。ではですね、次に実はこのタイトル、スマホでもできるようになっておりまして、まあ、ほぼちょっと、同じ状態のものなんですけども、今ゲームこうやって、タッチで移動するようになっています。はい、あ、いかんおこれはどういうあれでしょうか。おすいません皆さんはい、ちょっと立ち上がるまで場をつなぎましょうか。3DS でもう一回やってみましょうか。はい、あ、3DS もね。そうですね。はい、じゃあちょっと、この、飛んじゃったので 3DS で来ましたね。はい、少々お待ちください。じゃあ 3DS でも他のジャラをちょっと、はいはい、やってみたいと思います。はい、じゃあ行きますね。はい、これもまた先ほどと違う、種類のジャラですね。はい、こんな、クリスタルソードとはまた違った、形のソードですね。はい、じゃあこれタッチしてます。はい、はい、これは、ノーマルソードというジャラを認識しました。はい、じゃあスマホ、はい、すいませんちょっと、はい、なかなかリハーサルで、再度スマホを活かしてもらいたいと思います。はい、あ、これじゃないですね、ペンですね、はい、今、このように今移動しておりますけども、じゃあこのスマホの場合はですね、
後ろに、NFC の認識回路がありますので、はい、じゃあそこに当ててみたいと思います、はい、残り2種類やってみますね、はい、1つ目、はい、こちらも先ほどとは違った、縦のデザインになってますけれども、はいはい、じゃあタッチしてみます。はい、反応しました、はい、スチールシールドクロリスというのを、今手に入れて、ここではですね、四つ越デパートというデパートがこのゲーム内にあるんですけども、スチールシールドクロリスの 50% オフスペシャルバーゲンが始まりました。はい、このような形で、まあ、読ませたアイテムによってですね、いろんな効果が出るというものですけども、ねはいはい、じゃあ次、はい、さらじゃんじゃんいってみましょう。魔導書いってみますね、はいはい、今度は魔導書ですね、はいはい、反応しました。今魔導書のジャラ認識しましたが、はい、魔導書の今、認識をしまして、魔導書はですね、呪文のレシピが18種増えました。まあ、この本を読んだことによってそれを覚えたというような、まあ、ゲームの中の、シチュエーションになるかと思います。このような形で、スマホでも、Nintendo 3DS においてもですね、この、ジャラの仕掛けを使った遊びが広がっていくという感じになっております。はい、それでこれそれぞれこのちっちゃい中にNSC のチップが入っておりますので、はい、NSC はその読み込みもできますし、書き込みもできる、データをステータスを書き込みもできるというところですので、これでまた今までにないゲームの新しい遊びを広げていくということを考えております。はい、はいはい、これでまたいろんなゲームも広がっていくし、ね、はい、現実と、まあ、ゲームリアルな、はい、現実のリアルとゲームの世界が、はい、つながるという感じです。はい、はい、では残りのプレゼンいきたいと思います。はい、そうですね、はい、ありがとうございました。はい、本日はですね、会場にお越しの皆様には、まだですね、先ほどお伝えしたようなその NFC チップに関しては入ってないんですけれども、プロトタイプということで、本日使用したクリスタルソードが入った、トレジャラボックス、こちらの方をプレゼントいたしますので、お帰りの際、お持ちいただければと思います。木野社長、私も言っていいですかね、オークションにはっていうこれはまだ、あ、そうですね、これはじゃあぜひともこれもオークションには出さないようにお願いしますもう高原さん、はい、バンダイの対抗意識強すぎですからこれやばいですね、やばいですね、すみません、はい、リハーサルではやってなかったですよね。こういった形ですね、ただいま、この今回の商品で最も重要なゲームとジャラの実演をさせていただきましたけれども、このジャラはですね、自分のゲームとの連動だけではなく、ご覧いただいているように友達のゲームにタッチして連動したり、店頭の端末にタッチして連動したり、さらにはですね、イベントで楽しんで連動したりと、大変幅広い連動を予定しております。これによりこれまでにないレベルでゲームと世界、現実世界をですね、つなげていきたいと考えております。このジャラにとどまらず、タカラトミーではスナックワールドに登場するたくさんのアイテムそのものが手に入るように広く、さらにご覧のように忠実にですね、商品化をさせていただこうと考えております。今回私はスナックワールドの商品化によってゲームで遊ぶ自分自身があたかも現実世界で冒険しているかのように感じてもらうことを目指したい、そう思いながら商品企画を進めてまいりました。ゲームをさらに楽しむために世界中の子どもたち、大人たちがジャラを片手に街に繰り出す、そんなイメージを持っております。本日はジャラ中心のご説明とさせていただきましたが、次回以降さらに幅広い商品化のご説明をさせていただければと考えておりますので、ぜひご期待ください。私からの説明は以上になります。ありがとうございました。はい、高原さん、ありがとうございました。いやー、リハーサルでは一度も、アクシデント起きなかったんですけども、本番で起きるという、大失態をしてしまいましたが、かろうじて乗り切ったと思います。はい、スナックワールドのトイ展開の仕掛けをご説明してきましたが、スナックワールドの工夫はこれだけではありません。スナックワールドのアイテムはブランドに分かれています。一部ですが進行中のブランドのプランニングをご覧ください。このようにですね、スナックワールドのアイテムは仮想のブランドに分かれており、ブランドごとにゲーム内の価格やレア度が異なります。このブランドイメージは実際の商品にもそのまま適用されることになります。例えば右下のクランアリーネという高級ブランド装備ですが、これは実際にトレジャラボックスにおいても当選率 1% のかなりレア度の高いものになるなどというような仕掛けとなります。さて、このブランドに関しては、本当にある
ブランド様とのコラボなども考えています。有名なファッションブランドなどとのコラボも実現するかもしれません。はい、スナックワールドに関してはまだまだ様々な個性がありますが、今はまだ秘密とさせていただきます。日本のみならず世界展開も視野に入れた最大規模のクロスメディアタイトル、スナックワールドにご期待ください。以上が全ての発表となります。レベル5は常に挑戦し新しいものを世に送り出すことをモットーにしています。今日も新しいものを送り出す種を皆さんにご覧いただけたのではないかなと思います。そして発表会のタイトル、ビギニングに込めた思いというのは、レベル5がゲーム会社という枠を超えて、ひいてはゲームクリエイターがゲームの枠を超えて他の分野に飛び出す新たな始まりにしたいと考えました。レベル5はこれからもさらなる大きな世界に向けて再出発していこうと意気込んでおります。本日は本当にありがとうございました。ご来場いただき誠にありがとうございました。ご案内申し上げます。お帰りは